イイコールデイコーールルフォーセ出身のサッカー選手ィファワールドカップで最初のゴールを挙げた。1921年から1930年までセミプロチームの CA パリーでプレー1930年からは彼が働くプジョーのワークスチームであった FC 訴訟へと移籍。兄のジャンと共に1930年第一回。 W 杯ウルグアイ大会のフランス代表メンバーに選出されるがアマチュア選手であったためフランスサッカー連盟からは基本的な手当てを受け取ったのみである。1930年7月13日開幕戦となったフランス対メキシコ戦の前半19分にローランは歴史的なワールドカップ初ゴールを挙げた。フランスはこの試合に4から1で勝利したがアルゼンチン及び チリとの試合を落としてグループリーグで敗退。ローラン自身は2戦目のアルゼンチンとの試合中に受けた負傷のため3戦目は欠場した。1934年 W 杯イタリア大会のフランス代表にもメンバー入りしたが負傷のため出場機会はなかった。フランス代表通算十0試合出場に得点。第二次世界大戦勃発後は軍隊に召集されたが、 ドイツ軍に囚われて3年間の捕虜生活を送ることになる。1943年に解放されてからは、ブザンソンで1946年までプレーして引退。後にトレーナー及びユース監督を務めた。1930年 W 杯フランス代表メンバー、唯一の生き残りとして1998年 W 杯フランス大会でのフランス代表の優勝を見届け、 7年後の2005年に97歳で死去。ありがとうございます。